おっぱっぴ、今回ですけどもやっていきますよ。はいどうもおっぱっぴ、意味わからんけどいきますか、巻きますかね。シングルガチャで姫ギルド、あ、なんか奥いいな。もう久しぶりやから、スワローみたいな感じじゃないかな。さっきの下から這い上がっていくから、スッと上がっていく。ああ、これですね。商品馬長はいらん。やっぱり夏限定のモンスターでテキーラとか一発もうちょっといっぱい一回お願いします。金玉確定、おっしゃっす、やったー、きた。うっす、じゃあもういきましたね、テキーラ確定ですね。テキーラって全部出るか。いやー、オッケー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 。3体ぐらい引いてほしいな、ほんまに最高。もうテキーラも飲んどもまとめて総取り、お願いします。お願いします。確定はかっこいいな、でもやっぱ安定感がほんまにもうちゃうもんな。絶対ないからこれ、絶対やからもう夏限定のやつ作るよ。大体ええの来るから確定の時って。あっ、幸福王子の後に幸福がドッ。ああ、万次郎じゃん、万次郎ね。じゃあラムネミスを持っとんじゃない、あれすごいな持ち方が。おお、ここでかドッ。ああ、次かはい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 、じらすねじらすね。次ね、ここね。はい、あったー、これですよ。ドッ。あ、違うんか、これ星4、星4。誰や、龍馬。うわー、龍馬か。龍馬強いけど何体目なん、龍馬。元だけ2体ぐらい。ここで龍馬1体はもっと覚えておけどさ、龍馬何体持ったんやろ俺。なんか1体は持っとったやろ絶対。1体は持っとったやろ。キミコは持っともんな、地味にも。龍馬はな、異属性がすごいもん。あ、2体目やん。言っても言っても2体は十分やん。龍馬コレクション2体目やん、もう少ないでも。やばい、もう1回変身3体おるし、4体おるもん。シングルガチャで救うしかないんや。変身4体おるし、まさかやな。まあ俺、自分ルシュはまだベンチ入りしようからさ、もう確実に控えとるからルシュは2匹来たかと思ったけど、ベンチ入りしようからさ。どこにもう1回控え、ほらルシュ見て、レベルしか上がってんからな、1回も上げてんな。いやー、ちょっと欲しいけどな、どっちか欲しいな。ください、来てほしい、頼む、来いよ、頼む。ああ、もうジャンはいらんわ。ジャンはいらんね、ジャンキルシュタインはいらんね、ほんまなんね。ジャンマンじゃん、テキーラか確定。ああ、惜しかった。あるんか、今のうちに、今のうちだー、いくいくいく、こしあん引き、こしあん引き、いくいく引き、やべえ、いくいく引きで来るか。うわー、ザブだ、桃地ザブだ、ザブだ3体いらん。ラスト、ラスト近くなってきた。ああ、銀が来てくれ。はい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 、頼む。はい、ああ、ダメだ、修理。これ出やすいな、これほんまに。これ周期や、夏仕様か、これほんまに周期がやばいな。おい、これ夏仕様あっとんか、これ。いやー、これはちょっとやばいぞ。レペゼン、これはまずい。頼む、そろそろ来てくれ。おお、オーディン、オーディン3代目じゃねえじゃねえもん。オーディン3代目ぐらいやろ多分。かっこいいけどよ、オーディン。なんかもう古すぎてさ、懐かしが当たるな今回は。飲んのか、オーディンも懐かしいし、夜をとっておいてほしいね一回。夏潮はつかすぎないんだよ、夏潮のオーディン。うわー、頼むって、こいつは的がないやんって。俺もバルドルさん、あと3回。あ、惜しい、決めきろ。あアリとキリギリス。うわー、スプラトゥーンの次の投票、アリとキリギリス。頼む、キリギリス、ギリギリス。うわー、万次郎多いな。何回こう出てくるんだ。当たりにくいな、結構当たりやすいで聞いとったけど、夏までだって一旦は当たってへん。うわ、白いな、銀が多い。お、逆に来るか、頼むよ、頼む。キーラか。ああ、モルジャナ。ラストや、タンバリンね。ラスト1回タンバリン持っとんかな。手錠というのを手数というのを決めきるか、ここで決めきれる男なのか。ラスト1回お願いします。やめとけよ、お前。アブランチさん、ご利益しとったわご利益しとったご利益しとったついてませんよご利益ご利益しとったああ終わったそこまでやってない結局やっぱりはさいや俺の責任やるんですけどもう自分の出えへんかったからいいでそこまでしなかった2回出たけどな星50まあ微妙やったな龍馬は強いんやけどできれば夏なんで夏仕様なんで欲しかったですけどねまあまあしゃあないなと思いますしゃあないはいというわけでとりあえず今回はこれで終わりますありがとうございましたバイバイ明日